てさて、お次はどこを攻略すればいいかな。一回地図を見てみようか。そうしようぜ。これで攻略完了したのはピリジャーの基地、海賊船、スケルトンの巣窟、あと迷いの森とムラムラムラ。こう見ると半分くらいはすでに攻略完了しているんだな。でも残っているところはどこも難易度が高そうな場所だらけだけどね。この中で難易度が低いところは機械な湖か。でもあそこって水中呼吸のポーションがないと中に入れなくなさそうじゃなかった。途中に行き過ぎポイントがあるのかな。だとしたらこの段階でも行けなくもないのか。割と装備も整ってきたし、この装備でもう一度トライしてみるか。燃料もそこそこ集まってきたんじゃないの。そうだな、海賊船とスケルトンの巣窟で7個かな。ってことはもうチェストを半分くらいを占める量が集まったんじゃない。ああ、確かにそうかもしれないな。あ、やばい、ここの湖に近づくと呪いをつけられること忘れてたわ。ああ、これでまたスポナーとか掘れなくなっちゃった。これ地味にきついんだよな。スポナー壊せないの凶悪すぎる。これって実際この下に何かあるのかな。ちょっと前に入った時は入り口部分に敵がめちゃくちゃ溜まっていたけどな。ああ、水中ゾンビみたいなやつがいっぱいいたよね。スポナーが奥にあるのかな。だとしたら掘れないってなると相当きついぞ。敵の猛攻を避けながら先に進まないといけないのね。じゃあとりあえずさっき手に入れた燃料を燃料ボックスに入れるな。おお、どれくらい埋まった。半分以上埋まったぞ。この島から脱出できる日も近いんじゃないか。順調ですな。怖いくらいに。スバイ刑務所の脱獄した勢いがまだ残っているのかもしれないぞ。このままそこの機械な湖を攻略していこう。どうだ、この下の様子は何かわかったか。いやー、暗いし水中だということもあって全く中の様子がわからないのよね。とりあえずセーブポイントでリスポーン位置固定しておかないとな。あ、そうだ、それは大事大事。とりあえずこれでやられても問題なしっと。さて、いよいよ機械な湖に挑戦するわけですけど、なんか特別な準備した方がいいのかな。っていうかアイテムめっちゃあるからこの辺にチェストを作っておいておかないか。あ、それはいい考えだね。金防具とかチェーン防具とか微妙に使えない防具たくさん手に入ったからな。最悪それらはマリサの食料にしてもらっていいけどね。私防具を食べる習慣ないんだけどな。とりあえず大事なものは入れたかな。こう見ると鉄装備も結構あるんだね。だから何回かやられても大丈夫そうだな。水中だから普通に窒息してやられちゃうこともあると思うし。水中戦っていうのが不安要素なんだよな。それじゃあ、機械な湖に挑戦してみようか。ここは難易度が高いから緊張感あるな。でも難易度的にはピリジャーの基地と同じレベルらしいからな。さあ行きましょう。そうだそうだ、思い出した、ここにスポナーあるんだった。あ、右側に行き過ぎポイントあった、だけどタイミングよく敵が湧き上がった。これまずくない？行ける、行けなくない？なんとかこの敵の隙間を。よし、通り抜けられた。え、よくそこ行けたね。厳しいなら一旦引き返すのもありだと思うぞ。めっちゃゾンビ襲ってくるな。やめろ、こっち来るな。やばいやばい、窒息する。大丈夫か、助けに行った方が良さそうか。いやギリギリ入り口に間に合いそうだから問題なさそう。はぁ、え、水中戦難しすぎない？やべえ、こっちはまたとんでもない量の水中ゾンビが湧き上がった。お前ら、大人数で襲うなんて卑怯だぞ。マリサ、どこにいる？あ、ここだぜ、ここが息継ぎポイントだ。私も酸素が欲しい、酸素をくれー。霊夢以外のやつもついてきたな。変なやつら連れてくるなよお前。あら、この子たち私のことが好きなのかしら。ただの敵対生物だ。あ、生き返る。この先ガーディアンもいるぞ。やべえ敵ばかりじゃねえかよ。マジか。まあエルダーガーディアンがいるのは予想していたけど、そりゃあ子分たちもしっかりいるよねー。こいつらの攻撃力は高いからな。あれ、息継ぎポイントあったけど息継ぎしないの？いや、この先にある、絶対。いや、無理だわ、やっぱ戻り回す。やっぱそこの息継ぎポイントしかなかったか。体力が削られていく。これ間に合うか。そんな遠くないからいけるはず。危ねえ。マジで怖いわこれ。あ、これ一人しか息継ぎできないんだ。え、私どいた方が良さそうか。いや、私はまだ息持ちそうだし体力もあるから大丈夫。てかこれ本当に難易度2か、それ以上に難しい気がするんだが。あの地図の難易度間違っているんじゃない？誰だよあの地図書いたやつ。正確に難易度書いてほしいぞ。あ、息継ぎ完了したのでそっちに向かいます。あ、じゃあ私も息が戻ったからこの先に進んでみるぞ。今のところ敵は見えないね。今ならいけそうだよ。ここは敵がいない時に一気に進むしかないからな。お、ここで初めてのチェストが来たぞ。ここのチェストは期待できるんじゃないすか。燃料はあったが、
あとは鉄防具とかだな。ああ、安定の鉄防具。まだダイヤ防具とかは手に入らないか。ちょっとここの燃料取っておいてくれ。私はもう少し先を見に行ってみる。オッケー。あれ、マリサ、ここに行き過ぎポイントあったよ。え、めっちゃ見逃すじゃん私。じゃあ私がこの先の様子確認して行ってみるね。あ、頼んだぜ。てかこの水中迷路的なやつめっちゃ長いよね。長いな。上から見た時はそんなにでかい湖に見えなかったが。あ、ここにも行き過ぎポイント発見。なんか行き過ぎポイントは大体角っちょにあるね。あ、確かにそうかもな。行き過ぎポイントを見失ったら角に行けばいいんだな。うわ、めっちゃガーディアンいる。とんでもない量だ、これ倒せるのか。やばい、やられる。逃げろー。よし、じゃあここは回復した私が。気をつけてね、多少はダメージ与えといたけどまだまだ全然残っているから。この最強のダイヤの斧で蹴散らしていく。オラ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 ー。酸素が欲しい、酸素がー。って、あれ？なんで地上に？どうしたんだ霊夢。息継ぎしたら、なぜか地上に出ちゃった。え？なんでだ？ここで制作者からのお知らせです。これはおそらくマインクラフト側のバグです。制作段階では気づきませんでした。申し訳ありません。この段階では修正できなかったので引き続き動画をご覧ください。もう、なんでこうなるんだよ。途中まで来たのにバグで地上に上がるの理不尽すぎるよな。あ、これはやばいですね。最初の時より水中ゾンビの量が半端ないです。こっから見えるがとんでもない量だな。それに加えて息も持たない。難易度高すぎない。バグで難易度が増加しているんだよな。これに関しては制作者もびっくり。大幅カットです。なんでだよ。いや、この後もバグが何回も起きてしまって、結果として何回もやられる羽目になってしまったんですよ。もうアイテムも結構失ったけどな。ところどころ手に入れた燃料がまだ残っているかが不安ですね。ってことでここからは最後のエルダーガーディアンがいる部屋を攻略しようか。最後のボス戦だけ見せるっていうね。言うてもその空間にスポナーとかもあるからな、見応えのある映像ができるんじゃないか。エルダーガーディアンは最低でも2体はいるね。中の様子はどんな感じだ。普通のガーディアンもたくさんいるんだよね。あんまり突っ込んでいくのもよろしくないかも。なるほどな。ここからちまちま攻撃していく作戦の方がいいのか。結局地味な絵になっちゃうけど勝ちに行くんだったらしょうがない。もうちょっとこっちに来てくれないかな。当たり判定がちょっとシビア。あ、でも一体倒したぞ。おお、マリサナイス。このちまちま作戦が功を奏したかもしれん。このまま続けてもう一体のエルダーガーディアンも倒したいな。どうする、数も少なさそうだしこのまま特攻しちゃうのはどうだ。ちまちま作戦だけじゃ見ている人たちがつまらない。派手に行こうぜ、派手派手に。どこかの柱みたいだな。え、思ったよりガーディアンの数いない。やばい、私やられたわ、ごめん。これは私もやられるのは時間の問題。何とか戻ってきたんだが、ガーディアンでスポーンしてないか。本当だ、エルダーガーディアンしか残ってない。ってことで今から突撃します。おらー、すでに結構殴っていたからな、もう少しで倒せると思うぞ。あ、一発でした。え、じゃああとちょっとで倒せたのか。奥にラージチェストあるよ。おお、最後はでかいチェストか。これだけ大変だったからレアアイテム期待したいところ。うわ、また鉄防具ばっかりじゃん。あ、でもネザライトの斧が入ってるぞ。これ、息継ぎできないからチェスト見るのも難しい。水の中不便すぎるだろ。息継ぎ息継ぎ。え、あ、どうした、またバグが発生しました。またかよ。もう一回行くの大変だからマリサアイテム取ってきて。いいなぁ、それ戻らなくていいのめっちゃ楽だな。最後の最後でバグで楽に帰還できた。まあなんだかんだ色々あったが無事にクリアできてよかったな。果たしてこれは無事と言えるのだろうか。まあ今までにないくらいボロボロだった気はするが。残りのウィザースケルトンの塔や巨大迷宮はこれ以上の難易度なのかな。いやぁ、ここの難易度増期がおかしかったんじゃないか。そうなのかなぁ。スケルトンの巣窟はバグっていないことを祈る。これ以上不具合起きたら私がバグります。お前がバグるんかい。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうプ主の日常。Twitter では動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。